We are Blazer。それでは背番号10番小林理香子選手です。まずは本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちをお願いします。まあ正直ほっとしている部分はあります。前半の小林選手の先制点で今日の勝利を導いたと言っては過言ではないかと思います。自身のゴールシーン振り返っていかがでしょうか。まあ、あのディフェンスラインと中盤の間が結構空いてるところをうまく使えて、でディフェンスがまあ下がったのを見てコースが空いてたので打ったら入ったので良かったです。で今日は何度も何度もこう攻撃に参加するシーンが見られましたが、そのあたりはいかがでしたでしょうか。まあ、チャンスは何回もあったし、前半も後半も決めきらないといけないところはまだまだあったので、そこはまあ次につながる課題にしたいなと思います。今日はホーム西ヶ丘での初勝利です。たくさんのファンサポーターも駆けつけてくれました。最後にメッセージをお願いします。まあ、一緒の重みっていうのを今日の1試合ですごい感じましたし、またここから勢いに乗って、一つずつ勝ちを積み重ねてい いければいいかなと思います。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。